はい、よろしくお願いします。今回は高校数学数2の三角関数の合成丸1をお送りします。で、ここからね、タイトルが変わって三角関数の合成で、これもね、シリーズで何本かやっていきます。で、それのね、スタートだね。で、今回はポイントなしで問題3問ありますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって分かんないのがあれば、今からね、全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、まず1番から解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、合成です。で、合成っていうのはこういう R サインカッコシータプラスアルファの形に変形することです。で、ただしこの R の部分、これは0より大きい、つまり正の数です。で、アルファ、この部分はマイナス π から π とします。今、つまりマイナス180度、こっちから180度まで一周だね。一周なんだけど、スタートがちょっと違うっていうところ、それを覚えておいてください。で、合成はホニャララサインプラスもしくはマイナスホニャララコサインです。で、これもルート2サインマイナスルート6コサイン、あれもそうだね。そっから合成していく。で、まず1番はやり方を示します。もうちょっと丁寧に書く、そこまで書かなくていいんだけど本当はね。で、どうやっていくか。いくね。まず、R の部分です。で、ここは、本当は暗算でやって、今ちゃんと書くけど、1回目。どうやるかっていうと、R は、ルート使います。で、サインにくっついてるこの数字、ルート3、2乗してください。だから、3。コサインにくっついてる数字、プラス1です。それ、2乗してください。1です。それを足します、ルートの中で。これが R。つまり、ルート4なので、今2です、R は。ね、ちゃんと書けば2なんだけど、また後で書きます。で、R が分かったら、サイン書きます。で、シータプラスアルファ。で、このアルファの部分も慣れてくると結構暗算でできます。で、書いちゃっていい、本当は。いいんだけど、今最初なんでね、ちょっと詳しくいくよ。で、このアルファです。これ、あるものを満たすんですけど、それがね、サインアルファイコールホニャララ、コサインアルファイコールホニャララを満たすものなんです、このアルファっていうのはね。で、何を満たすかっていうと、まずサインからいきます。本当はコサインの方がいいんだけど、まあサインからいくね。で、これ R が2だったでしょ。その R 分のコサインにくっついてる数字が1じゃん、プラス1。R が2分のくっついてる1、つまり2分の1、これがサインアルファの値です。で、同じようにサインにくっついてるこのルート3を使って、 R 分2分のルート3、これがコサインアルファの数字になります、を満たすというね。で、なんでこんなことを書くかっていうと、じゃあこの2つを満たすアルファっていくつなのっていうのを考えなきゃいけない。で、どう考えるかっていうと、まあ、ちょっと単円書いてやってみようか。こうやってね、まずサインアルファ y 座標です。で、 y 座標が2分の1近いところにいるから、まあ、この辺だとして、ここもしくはここです。つまり30度ポジションか150度ポジションのどっちかです。けれど、それとコサインアルファ、x 座標が2分のルート3、これも満たさなきゃいけないので、じゃあどっちかって言ったらこっちだよね。コサイン x 座標だから。つまり、アルファは30度ポジションなんです。で、それを π を使って書き直せば6分の π でしょ。だから、この部分に6分の π を入れて、最後答えいきます。r もね、ちゃんと2って書き直して、2、サイン、カッコ、シータプラス、6分の π。これで合成完了と。いいかな？こんな感じでやってみてください。で、今ね、この辺とかやってるから、もうどっちがサインだかわけわかんねえよ、みたいなね、よく言われるんですけど、これ、覚えちゃうのが一番楽です、本当は。楽なんだけど、もし忘れてしまったら、テストの時に。そしたら、こうやって思い出してください。これ、もともとこの部分って、サイン、ホニャララ足す、ホニャララだから、加法定理なのね。
で、サインの加法定理ってサインコサインプラスコサインサインだったじゃんか。で、それをね、使うとこれさ、もともとあるでしょ、この式で、R はちょっと覚えなきゃいけないんだけど、2って、今 R やったら2だったでしょ。で、この式、まあ、このね、このとこの部分から2をくくり出します、無理やり。そうすると、こっから2を出せば、あ、間違っちゃった、2括弧、こっから2を出すから分母に2がついて2分のルート3、サインシータになります。こっから出すのね、これ2もう一回配り直したらルート3サインシータに戻るから。で、こっちも無理やり2を出すとプラス2分の1コサインシータってこうなります。これもう一回2配ったら戻るからね、この式に。で、結局2っていうのはこの部分じゃんか。で、この部分がそこの括弧の中全部になります。で、さっきも言ったように、これはサインシータプラスアルファホニャララプラスホニャララなんで、サインコサインプラスコサインサインになってる。ってことは、ちょっと順番これ逆になっちゃってるんだけど、サインコサインプラスコサインサインなんです。だからこの部分がサインアルファ、この部分がコサインアルファになります。だからサインアルファ2分の1でしょ。コサインアルファはちゃんと2分のルート3になるんだよ。だから R が分かってくくり出して、こっちの方が分かりやすい、これこっちでもいいです、別に。で、どっちでもいい、 R 分のここについてる数字がもうサインでとか、そっちでもいいけどね。まあ覚え方も自由ですし、まあこっちをね、思い出す手段としてはすごくね、加法定理とつながってるからやりやすいかなと思います。よし、じゃあ2番いきましょう。ちょっとごめんね、遠かった。で、こっからはね、暗算使っていきます。で、まず R を出していくと、2乗すると22乗すると6、足して8です。だからルート8になるから2ルート2です。で、ここ3はもう強制でシータプラスアルファ、もちろんアルファがすぐ分かる人は埋めちゃって大丈夫です。それで一発で終わるからね。で、一応同じようにやっていくと、サインアルファとコサインアルファ、じゃあ行きましょうか。これが2ルート2です。じゃあコサインから行こうか、こっちの方が先だからね。2ルート2分のルート2、ルート2切ります。約分すると2分の1が残る。で、それがコサイン。で、こっち2ルート2分のマイナスルート6、暗算でごめんね、ルートの中の2、6を約分すると下のルートは消えます、ルート1だからね。で、上がルート3が残るから、こっちはマイナス2分のルート3となる。ちょっと満たさを省略するね。だからこれを満たしてる場所をあと探しに行けばいいと。で、単位円を書いていくと、まず、まあ、コース、あ、サインからいいかね。Y 座標がマイナス2分のルート3、遠いとこだから、まあ、ここだよね。270度から30度、こっちの240度ポジション、もしくはこっち30度の300度ポジションです。で、その中でも、コサインアルファ、X 座標が2分の1なので、こっちだよね。つまり、普段だったら300度ポジションなんです。ね、普段だったら。なんでそんな言い方するかっていうと、今アルファはここです、マイナス180から180なんで300度入ってないんです、この書き方だと。じゃあどう書くかっていうと、マイナス180からこう来てるので、こうじゃなくてマイナス60度って考えてください。いいね、0度からマイナス60度、いいかな、このね、範囲にうまく合わせてください。そこはだからあとは答え書くだけですね。2ルート2サインカッコシータでマイナス60度、3分の π でマイナスだからマイナス3分の π と、ね、これで終了となります。で、ラストです。ラストで、ラストも同じようにやっていくと、まず最初が、2乗して92乗して16足して25、それにルートがつくからルート25、つまり5です。ね。で、ちょっとね、この問題だけ実は特殊で、まあこうなるでしょ。で、この後これ書いていくんですけど、
じゃあ同じように変えていこうか。R が5です。で、まあこっちからいこうかね。じゃあコサインだね。5分の3がコサインです。で、5分の4。これがサインです。を満たす。ちょっとワード書くよ、満たす、今回ね。実は、サインが5分の4で、コサインが5分の3の角度ってわからないんだよね。今まではさ、2分の1とか2分のルート3とかだったから分かったんだけど、分からないんです。実はこれも答えなんです、これが。で、どう書くかっていうと、ちょっと視点がぼやけてるかな。ごめん、またちょっと変えていいっすか。多分ね、ちょっとボタンでいじれば、ちょっと待ってね。これで多少良くなるといいんですけど、これ変わってなかったらごめんな。で、こう書く、これ答え書くんです。で、これと、これも一緒に答えに書くの。5サインカッコシータプラスアルファでサインアルファイコール5分の4コサインアルファイコール5分の3を満たすって。いい？角度がわからないときはこういう書き方をします。で、これですね、あの塾講師やってたときにその高校生も教えてたんですけど、これ出さない先生もいるんですよ。そう、俺習ってたから、自分はこうやってやってたんでよく覚えてたんだけど、で、実際出さない先生もいるし、書き方がちょっと違う先生もいたりするので、もしちょっと違ったら学校の先生に合わせてください。定期テスト落としたらもったいないんでね。基本的にはこっちのスタイルがほとんどなんですけど、角度がわからないときはこういう答えの書き方もありますので、ぜひ覚えておいてください。では今回は高校数学数2の三角関数の合成丸1をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回丸2です。まだ続きますので、もしよかったらね、そっちの方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。